ですね、はい、トットちゃん、トットちゃん、はい、はい、トットちゃん参りましてください。来ましたよ、サガントスですよ、はい、ですよね、今はね、もう J1 昇格ということでね、はい、ありがとうございます。本当素晴らしい、ありがとうございます、素晴らしいですね。トットちゃんは普段はどんな PR をされてるんでしょうか。はい、私たち佐賀県鳥栖市は、はい、トットちゃんといってですね、鳥栖市の市の鳥メジロがモチーフになったキャラクターでして、はい、はい、で各地で頑張って日々鳥栖の PR をトットちゃんはしてくれてます。そうですか、昔流行った本の窓際のっていうのは関係ないですね。全く全く関係ないです、はい、はいはい、リバッチェ、はい、もうやめとけと、そういうボケはごめんなさい、はい、そうですか、はいはいはい、鳥栖市のですね、はい、スタジアムで、まあ、サガン鳥栖のホームタウン鳥栖市、はい、スタジアムでですね、サガン鳥栖の応援も行ってくれてます。そうですか、応援もね、はい、待ってるんだね、サガン鳥栖の応援をね、はい、このパカーンと開いた口でね、はい、大きな声で応援してみましょうね、泣いてます、なるほど、ね、そして持ってらっしゃるのは、あ、そうですね、はい、トトちゃんは新鳥栖駅がですね、はい、佐賀県鳥栖市に開業、3月に開業したんですけれども、はい、この新鳥栖駅の PR にも頑張ってくれてます。なるほど、もう鳥栖のいろんなものをね、はい、PR して回ってるから忙しいでしょうね、はい、はい、開いた口が塞がらないトットちゃんでございますね、はい、その通りです。 ありがとうございます、ありがとうございます、もう僕に同意していただいてさあさあ、何か最後に一言 PR をまたよろしいですか。あ、はい、この度ですね、はい、先日、J2 プロサッカーチームのサガン鳥栖が、J1 に昇格いたしました。ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、リバッチャから突っ込まれますよ、本当にありがとう、はい、で九州でですね、唯一 J1 チームということで、佐賀県も代表、九州も代表して J1 のステージで頑張っていきたいと思っております。鳥栖市も、サガン鳥栖の方も皆さん応援の方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。は盛り上がってますね、元気ですね、ね、はい、はいはい、この元気を全国に発信していきたいと思います。はい、はい、同じ佐賀県として嬉しい限りですよ、ね、はい、どうもトットちゃん、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、あ、そうか、ありがとう、ありがとうございました、はい、ありがとう、はい、ありがとう、はい、ありがとうございました。さあさあ続きましていきましょうかね、はい、じゃあこっちの青色絨毯からトットちゃんご退場くださいね。